はいみなさんこんにちはカメラ部 TV のダイです今日は非社会深度について正しく知ってもらおうと思い動画にしました本業の方である海外メーカーさんと話していると社会深度という言葉はわかっているけども実際計算するとなるとネットで計算してるんですねまあそれじゃあ実際のレンズや画像処理でどこまで追い込めばよいかわからないはずなんです いちいち説明はしませんでしたけども、技術者でも分かってないのかなと思い解説しておこうと思います。では始めます。皆さん、被写界深度って写真をやると一度は聞いたことがあると思います。バクッとした定義としては、ピントの合ってる範囲になるわけですが、ここでいう範囲は被写体距離ですね。例えば5メートルにピントを合わせたとき、被写界深度が3メートルから6メートルとすると、 この3メートルから6メートルまでピントが合っているという意味になります。だがしかし、レンズの航路図を見てみるとこうなりますよね。5メートルにジャスピンなんだから3メートルの航路はこうなって6メートルの航路はこうなるはずです。つまりこんなことに絶対になっていないはずですよね。3メートルと6メートルは絶対にボケ取るやないかということになるんですが、 なぜかピントが合っているという定義になっています。なんじゃそりゃとなるんですが、これはピントが合っているわけではなく、ピントが合っているように見えるってことなんですね。うん、ますますわからないですよね。というわけで、詳しく説明していきます。もちろん、被写界深度は銀縁不義務の頃から定義されているんですね。この定義にも諸説ありますが、私が最もしっくりくる定義を説明しておきます。 フィルムといっても皆さんよくご存知の色と軌道が反転したネガフィルムと今では見ることも少ないスライド映写機で投影して鑑賞するリバーサルフィルムがありますリバーサルフィルムの場合はスライド投影機でスクリーンに拡大投影するんですけども白黒ネガフィルムやカラーネガフィルムそのものを直接鑑賞するということはないですよね 一般的に因果詞に焼き付けていわゆるプリント写真として皆さん鑑賞することになりますつまり被写界深度はこのプリント写真の状態でピントが合っているように見える範囲のことを前提にしているわけですここで人の目の分解能を少し考えますねつまり人の目がどれだけ細かいものを分解して見えるかなんですが 視力1.0の人の分解能は1分の角度になります。1分ですから60分の1度になりますね。簡単に言うと視力検査のあの C の文字がありますよね。視力1.0のところに書いている C のこの空いている隙間、ここが1分角で書かれているんです。この視力1.0の人がプリント写真を見てピントが合っているかボケているかを判断できる境界が 被写界深度になりますでもそれだったらプリント写真の大きさと距離によって変わるじゃんと思った人はここまでの話が理解できている証拠です。ということでまずプリント写真の大きさを決めないといけません。家庭でよく目にした銀塩プリントはサービスサイズでしょうけども作品写真としては小さすぎますよね。 で、銀塩フィルムの頃は、ちょっとした展示会などでは、四つ切りサイズのプリント写真で飾られることが多かったんです。なので、プリント写真のサイズはこの四つ切りサイズに固定します。次に鑑賞距離を決めないといけません。写真を鑑賞する場合、一部だけを見るわけではなくって、画面全体を見て、その構図も含めて評価されます。 ですから、プリント写真全画面を一度に見渡せる距離に設定しないといけませんね。なので、先ほどの四つ切りサイズを一度に見渡せる距離がだいたい60センチくらいになります。ちょうど四つ切りサイズの写真を両手で持って手を伸ばした距離ぐらいになりますね。ここでちょっと余談ですが、 四つ切りサイズは 254mm×305mm、mm、なので、この図のように2対3のアスペクト比のフルフレームフォーマットだと左右が大きく削られてしまいます。そこで聞いたことがあると思いますが、ワイド四つ切り、通称ワイド四つってサイズがあります。これは短辺は同じ 254mm ですが、長辺が 356mm になってるんですね。 まあこれでも左右が少し削られるんですけども、比較的フルフレームフォーマットとのマッチングは良いです。さて話を戻しますが、干渉サイズが四つ切りで、干渉距離が60センチと決まったところまでのお話をしましたね。ここで視力1.0の人の分解能が1分ということで、四つ切りの60センチ先での分解幅を計算します。 で計算式はミリ単位でやるとすると600ミリ× 2 ×トの60分の1度をさらに2で割ったものになりますから答えは約0.1745ミリになりますで先ほど話したように四つ切りにフルフレーム画角を引き伸ばしたとして長辺は削られているので短辺である24ミリがぴったり引き伸ばされているとしましょう 四つ切りプリント上で0.1745が視力1.0の人の分解能でしたから短編254ミ、mm、リで割ると四つ切りプリント上で分解できる割合が出せますねつまり0 1 7 4 5百2 5 4でだいゼロい0.00068714になりますフルフレームの撮像画面の短編は24ミ、mm、リですから 撮像画面上で視力1.0の人が分解できる幅は 24×0.00068714 となって約0.0165ミリになります。マイクロメーターに直すと16.5マイクロメーターです。これだけボケていてもボケていないと判断できるという計算なんですね。 このボケの直径が写真用語で言うところの許容錯乱園になるわけです。ここであれ、数値おかしくないと思った人は相当詳しい人になるわけですが、銀塩フィルム時代の許容錯乱園の直径は世界標準として33マイクロメーターと決まっていたんです。確かにおかしいのですが、 この定義が定められた当初はフルフレームである35ミ、mm、リ版フィルムではなくって今でも流通する中では最も古い中盤用の120フィルムが主流でしたその画面サイズは60ミ、mm、リ ×90 ミ、mm、リでアスペクト比はフルフレームと同じ2対3になりますつまりこれをまた四つ切りプリントに引き伸ばすとフルフレームの時と同じく長辺は削られているので 短辺60ミリがぴったり引き伸ばされますね。では、許容桜園が33マイクロメーターになるときの短辺を逆算してみましょう。許容桜園が33マイクロメーターなので0.033ミリですね。なので0.033割ることの0.00068714でだいたい48ミリ、つまり4.8センチとなります。 ですから、中盤120フィルムは 6cm×9cm のフォーマットなので、ぴったりではないんですが、そのハーフサイズである、いわゆる645カメラの 4.5cm×6cm に近いことがわかります。そこでまた疑問が湧いてきますよね。おいおい、それではフルフレームの許容サクランエン33マイクロメーターは、計算値16.5マイクロメーターの倍もあるからダメじゃんと思われますよね。 まあその通りなんです。33マイクロメートルだと視力0.6くらいの人にはボケてないですが視力1.0の人にはボケて見えちゃいます。でも35ミリバンフィルム主流の時代になっても共用サクラン三33マイクロメーターは全世界共通の常数として運用されてきました。まあ割といい加減なもんですが そもそもピントが合ってないのに合ってるように見えるってだけの定義ですから、細かいことは言わずに飲み込んでおきましょう。なんて、銀塩フィルムの頃は呑気に言ってられたんですが、デジタルになってそうも言ってられなくなってきました。というのは CRT、つまりパソコンの発展でモニター上で干渉することが増えてきましたね。また、モニターではどこまででも画像を拡大できてしまいます。 ただ、そんなことを言ってると限りなくゼロに近づけないといけなくなりますけども、そうなると目標性能として許容ン円というのは設計にも使っていますし、評価にも使えます。ですから、私の知る限り各メーカーさんは独自にその許容ン円の目標を決めて運用しています。メーカーによって、また製品クラスによってその値は異なるでしょうが、フルフレームで20マイクロメーター程度、 APS-C で13マイクロメーター程度、マイクロフォーサーズで10マイクロメーター程度が工業製品としては妥当な線でしょう。なので、昔のレンズには許容作乱炎33マイクロメーターを基準とした被写界振動を示す焦点振動メモリというのがありましたね。ただし、近年のデジタル用レンズには焦点振動メモリはほぼありませんよね。 というわけで、デジタルカメラになって自分で満足のいく被写界深度は自分で計算しておくしかないわけです。もちろん絞り込みプレビューでピントが合っているか確認はできるんですけども、カメラモニター上で拡大していたらどこまで許容するかわかりませんよね。また最近のレンズはこういった背景もあって、高級レンズはめちゃめちゃ優秀で各修差もよく補正されています。 一方、レンカレンズは高級レンズのようにビシバシに周差補正すると超高価になるので、ある程度目をつぶっている部分もあります。ですから、レンズによっても単純に計算値通りにっていうわけにはいかないでしょうね。計算値と実際の撮影画像を検証して、レンズごとに被写界振動をつかんでおくことも必要かもしれません。もちろん、撮影後の現像や画像処理でも変わってきますから、 置きピンメインの方やこだわりの強い方は計算して実写してレンズの特性をつかむことも作品の品位向上に役立つかもしれませんここまでで随分長くなってしまったので実際の社会深度、つまり絞りと焦点距離それから撮影距離の関係とその計算方法については次回に解説したいと思いますでは今日はこれくらいにしますバイバイ As the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine.